筋肉の角度は45度。どうもタタチャンネルです。本日の食材はこちら、アヒル。生物的な種類でいうとマガモとかね、カルガモと一緒ですね。この3種はもうしっかりと子供ができて、その子供も生殖能力があるんでね、日本の都市部ではカルガモとアヒルの交雑種が増えているっていう問題もあるみたいですね。このアヒル肉なんですけど、僕がね以前食べた時の感想なんですけど、鶏の肉と比べて淡白かもしれないですね。こちらよくドンキで売ってるやつですよこれ、ね、多分中抜きもしてあって、このペラってなってるの、これは首ですよね。首の皮かな、うん、これ何の動物かもわからないぐらいになってますよね。じゃあとこのぼんじりでかいですよね。こんなに鶏って大きかったかな、ぼんじりがでかい。本日はねこちらのアヒルに白い液体をぶっかけてね、アヒルのココナッツミルク煮を作っていこうと思います。それではレッツクッキング。はい、それでは水を張った鍋の中にアヒルを投入します。よいしょ。そして適当にクッキングソルトを巻いて沸騰させていきます。30分ほど煮込んだら火を止めます。いい感じですね。はい、それでは野菜の準備をしていきます。舞茸を適当な大きさに分けちゃいます。はい、こんな感じで OK です。玉ねぎを握って、じゃあ玉ねぎを薄切りにしていきます。続いてピーマン、まずヘタを取っていきます。ヘタを取って、よいしょ、中も取っていきます。そしたら1センチ幅ぐらいで縦に切っていきます。はい、次にふりかける用のピーナッツを、アーモンドも混ざっててもいいです。すりつぶしていきます。本当はね、薄でやった方が良かったんですけど、まあ本当砕くとかでもいいので適当な大きさでいいです。こんな風にバラバラでも適当な大きさに潰せばいいんで、こんな感じのね、粗い感じで大丈夫です。先ほどのアヒルを水洗いしていきます。軽く流しますね。アクの部分だけ流して、そしたら全体にね少々切れ込みを入れていきます。適当にねスッとこう入れてあげる。足らへんにもこう十字架ぐらいね、味が染み込みやすいようにっていうんでね、こう入れてあげて、うまそうよ、うまそうよこれ。はい、こんな感じで大丈夫かな。その中側も少々切れ込み入れる。うわ、ジューシーよこれ、ほらしっかり皮付きで茹でたんでね、血はしっかり残ってますよ、ジューシーな肉は。はい、これで。そしたらフライパンに1センチから2センチほど油を入れます。はい、これぐらいかな。そして中火ぐらいで熱していきます。はい、油が温まってきたら玉ねぎを投入します。よいしょ。はい、きつね色になるまで揚げていきます。ところどころいい感じのきつね色になってきたんで、ここで引き上げていきます。玉ねぎをね取り出したらちょうど1センチぐらい油が残るんで、はい、そこにアヒルを入れていきます。はい、火もね強火にしていきます。はい、そしたら裏側もねひっくり返して、おー、いい感じで見て、ほら焼き色つけていきます。はい、ある程度もう表面に焼き色がついたら一旦取り出します。はい、そしたらその油でエリンギとピーマンを加熱していきます。
はい、そしてピーマンとエリンギにしっかりと油が馴染んだところでまた戻してね、そしてしっかり押し込んで、大きい鍋があれがいいんですけどね、ちっちゃい鍋なんで押し込んでの、はい、ここでココナッツミルクを入れていきます。2カップじゃあ入れていきます。うーわ、400cc ぐらい入れていきますよ。飛び出した飛び出した、やばい。もう一カップいきます。すげえ固まってんな。よいしょ、したらカレー粉も大さじ2杯ほど入れていきます。よいしょ、しっかりと混ぜましょう。でこの裏側がねあまりかかりづらいのでしっかりとかけてあげます。これで 7,8 分煮込んでいきます。煮込んできましたら塩コショウを少々で、ナンプラーを大さじ4ぐらい、はい、もうプラス1分ぐらい煮込みましょう。いい感じに煮込めてきましたね。盛り付けていきましょう。よいしょ、あ、うまそう。やばい、これはやばい。ここでカーキルに先ほどのタレをバサーッとかけちゃいます。そしたらシソを砕いたものを散らしていって、揚げた玉ねぎも散らしていきます。ピーナッツも巻いていきますね。こうパラ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 ーと一味をパパパパパって切るよね。アヒルのココナッツ煮完成でございます。すべての食材に感謝を込めていただきます。ではでは、アヒルのココナッツミルクにいただいていきます。ではまずはももからいただこうか。うわー、柔らかいよ、歯がよく通るよこれ、ほらすごい。ちょっと関節を忘れてしまったんでね、どこにあったか。あ、ちょっと削ぎ落とします。じゃあ削ぎ落としのこれタレをつけていただきます。うむ、こりゃうまい。ほんとだ、ヒルってすーげーあっさり。そしてココナッツミルクがね、優しいんですよ味が。そしたらここのぼんじり、ぼんじりもいただこうか。うわ、贅沢よこれ。ぼんじりいいよこれ。こちらぼんじりしゃぶっていきます。プルプルした。あのね、相性抜群。ミルクイン最高。味加減もよろしい。ピーマンもいただこうか。あ、うめえ。の方もいただいていきましょう。こう削ぎ落として。贅沢よこれ。すげえ贅沢よ。しっかりとタレを絡めて、じゃいただいていきます。あー、うまい。まろやかな中にしっかりとカレーだとか一味のスパイシーな感じがね効いてて、甘ったるすぎず強すぎずうまいの。で背中もちょっといただいていこうか。うわうわ、いい音するんですよこれが。ほらこれプルンプルンの、しっかりとタレ絡めていただきます。あー、うまいわ。
この間カルガモ食いましたけど、やっぱり家畜種には負けますね。うん、やっぱ家畜種は全然違うわ。したらお次に胸肉食べていこうか。うわー、じゃあ切っていきましょう。こう縦長に取っていく。うえ、これはうまいぞ。ズボッと横から入れて。おお、どうですかこの、うわ、皮付きの最高ですよこれ。つけていただきます。最高、これはうまい、贅沢だわ。もうがっつりいきたいんですよね。こう取って、最高、かぶりつこう。タレにどっぷりつけていただきます。あ、うまい、最高。あ、幸せ。さすが家畜種、臭みはないね、本当に。アヒルめっちゃうまいやん。これ一匹いけるわ。アヒルってでかいですね。サイズもまあまああって食べ応えあり。今回のココナッツミルクめちゃめちゃいいですよ。ここでいつものコカ・コーラいっちゃいましょうか。あー、うまい。アヒルのココナッツミルク煮に合います。最高です。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ってことでね、今回のアヒルのココナッツミルク煮は大成功です。いやー、これはねマジで味付け大成功ですね。まあ、ココナッツのまろやかさとカレー粉のスパイシーな感じ、うまいこと調和してました。そしてね、野菜の味もしっしっかり出汁に染み込んでました。アヒルの肉って柔らかいんですね。そして癖も本当にない。いや、本当に鶏と大差がないように感じました。このレシピはマジでおすすめです。皆さんもアヒルのココナッツミルクに挑戦してみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。